皆さんにお願いしたいことがあって。あら、何かしら。この女神に懺悔したいことがあるのならいつでも聞くわよ。実は私の村サムイ道の近辺に厄介なモンスターが現れたみたいで。なるほど、討伐クエストを手伝ってほしいということか。教えてくれエイミー、相手はどんなモンスターなのだ。一撃の重さには定評のあるモンスターらしいけど。重い一撃、乗った。待て、エイミー、そいつってもしかして一撃グマか。よく知ってるわね、カズマくん。ただ普通の一撃グマとはちょっと違ってるらしくて、必殺の一撃が雷属性を帯びていて、食らうと同時にビリビリ感電しちゃうらしいの。うわー、ただでさえ凶暴な一撃グマにそんな厄介な特典がついてるなんて、なるべく相手にしたくないな。そんなことを言わずに行こう、カズマ。感電する重い一撃なんてめったに味わえないぞ。めったにどころか一度も味わいたくないんだが。このスバ、ごめんね、わざわざこんな遠くまで。気にするな、なんということはない。最後に極上のご褒美がもらえると思えばな。ド M 限定のご褒美だけどな。そうでもありませんよ。私は爆裂魔法を打てるならたとえ地の果てだろうと言ってみせますよ。それに雪原でぶっ放すのは格別です。一度打ったらやみつきなのです。雪が溶けちゃうから爆裂魔法は私が氷の彫刻を作った後にしてちょうだい。今回はどんな芸術的な表像を作ろうかしら。モンスター討伐なのにピクニック気分か。先が思いやられる。カズマくん、ついてきてくれてありがとう。頑張ってくれたら最後にいいものをあげるから。いいもの？それって一体。言ってしまったら楽しみが減るでしょ。いいものはいいものだから、私がカズマくんを喜ばせてあげる。喜ばせる？サムイ道のみんなはギンギンに元気になるって言ってたわ。元気？元気？なんだろう、やばい、テンション上がってきた。このクエスト絶対に成功させてみせる。出たわ、一撃グマよ。現れましたね。そう、どちらの一撃が重いか勝負です。重い上にビリビリ来ると噂の貴様の一撃、私に食らわせてみろ。魔王軍幹部や幾多の強敵を倒してきたこのカズマ様が相手だ。あら、さっきまでとってもだるそうだったのに、カズマったら急に元気になって妙なんですけど。気のせいだ。どんなに一撃が重かろうが男の夢は壊せないぜ。まあカズマくん、とっても頑張り屋さんなのね。いい子いい子。はい、いい子です。みんな準備はいいな。行くぞ。このスバ、エクスプロージョン。やったわね。噂にたがわぬ重い一撃だったな。ダクネスさん、ボロボロじゃない？大丈夫？皆を守るクルセイダーとしてどうしても避けるわけにはいかなかったんだ。わざと避けなかったってことか。ま、大した怪我もないようだし、お前が満足ならよかったよ。ところでエイミー、さっきのご褒美の件忘れてないよな。当たり前でしょ、カズマくん。ちゃんと覚えてるわよ。討伐した一撃グマをみんなで村まで運びましょう。お礼に
美味しいご飯もご馳走するわ。あの村は野菜が美味しいですからね。今日の晩ご飯が楽しみです。ええ、でもどうして一撃グマを運ぶの？村に着いてからのお楽しみよ。このスーパー夕飯をご馳走になる上、ただで宿屋に泊めてもらうなんて、なんだか悪い気もするが。いいのよ、一撃グマも倒したんだし、お言葉に甘えましょう。アクセルには明日のお昼に帰ればいいわ。おお、ならば私は朝一で爆裂魔法を打って雪原をむき出しの大地に変えてみせましょう。はあ、カズマはどうしたんだ？さっきからずっとほうけているようだが。いいものはいいものだから、私がカズマくんを喜ばせてあげる。ああ、期待が高まる。父さん、母さん、カズマは今日も異世界で元気です。みんな、お待たせ。晩ご飯を持ってきたわよ。スンスン、スンスンスン、なんだか嗅ぎ慣れない匂いね。でも、食欲をそそる香りです。エイミー特製の熊鍋よ。熊？もしかしてさっき倒した一撃熊の？そうなの。村に狩りをやってる人がいてね、お願いしてさばいてもらったのよ。ああ、それで村まで熊を運んできたってわけね。やるじゃない。それと鍋とは別にもう一品あるのよ。これなんだけど。うえ、グロいわね。これは本当に食べ物なの？強烈な見た目だな。それにこの匂いも、うん、これは一撃グマの肝よ。肝ですか？一撃グマの肝はどす黒い色をしているのですね。ところで、見たところ生なのですが。生で食べるのよ。すっごく苦いけど、その分効能も高いわ。栄養満点で、とっても体にいいのよ。本当は、みんなに食べてほしいんだけど、今回はこれだけしかなくて、カズマくんにあげてもいいかしら。え？俺？どうぞどうぞ。よかったわね、カズマくん。一撃グマの肝はとても高価なのよ。とても体にいいのに、ミユちゃんに食べさせようとするとなぜか逃げちゃうのよね。見た目もグロいし、匂いもきついし、逃げ出したくなるのも当然だ。というか、え、ちょっと待て、昼間にエイミーが言ってたいいものってもしかして？カズマくん、今日はずっと元気がなかったでしょ。だからこれを食べて元気になってほしくてね。とっても栄養があるから、とっても元気になるはずよ。お気持ちは嬉しいですが、というか気持ちだけで十分です。カズマくん、食わず嫌いは目よ。ほら、騙されたと思って食べてごらんなさい。はーん。普段なら嬉しいはずのシチュエーションなのに、今は全く嬉しくない。ごめんなさーい。あ、ちょっとカズマくん、元気にならなくていいの？もう十分元気でーす。確かにあれだけ走り回って、それじゃあ代わりに皆さんがこの肝をお鍋だけいただきます。すごく精がつくのにもったいないわね。私が食べちゃうわよ。
この巣場